映してる横ちゃん映してます。あ、横してる、映してる横ちゃんを映しております。どうしたのかな。お疲れ様です。ここでするんですか、マイク収めは。あっちじゃなくて。あ、ここです。あ、ここなんだ。よかった。あっちに行ってたら大変やった。あ、こんばんは。お疲れ様です。まだ終わってないマイク収めの場所に来てます。マイク収める場所に来ております。ちょっと風が出てきました。はい、寒いです。遅いから。はい、ありがとうございます。どうぞよろしくお願いいたします。既存の政党では変わらないこの政治変えてまいります。どうか皆さん、パン政党ものぼりでありがとうございます。どうかよろしくお願いいたします。それでは選挙事務所、参政党の選挙事務所の前を使って今からマイク収めを行いたいと思います。のぼりたくま、参政党ののぼりたくま、マイク収めを行わせていただきます。ご通行中の皆様、大変大きな声で失礼いたします。参政党ののぼりたくま、この12日間を走り切ってまいりました。参議院選挙2年前にのぼりたくま戦ってくれました。それから大阪へ行って、そして今回
鹿児島に戻ってきてくれました。大きく大きく成長して日本のため鹿児島のためその思いだけで未来の子どもたちのためその思いで日本鹿児島に戻ってきてこの12時間を戦いました。今ありがとうございます。今日本は本当に大変な状況になっています。外戦に変われ日本が日本でなくなるそういう状況の中今どうにか参政党が発言権勢力を増してこの自民党が壊してきたこの30年を取り戻していかなければならない。その思いで全国で党員たちが一生懸命自分たちの時間お金すべて使ってやっております。その参政党から鹿児島は第一区のぼりたくまが今ここで最後のご挨拶をいたしますがその前に応援演説として池田理恵さん世論町議会議の池田理恵さんに演説応援演説をしていただきたいと思います。よろしくお願いします。皆様こんばんは。はい、すいません、私鹿児島県最南端の島与論という島から参りました、参政党公認与論町議会議員の池田理恵と申します。どうぞよろしくお願いいたします。与論島より応援に駆けつけました、私は、子供が3人おりまして保育所を通してこの社会の在り方のおかしさに気づきました。働けど働けど豊かにならないこの社会の在り方子どもたちの教育できねばならないに縛られたこの教育の在り方資源そして働き労働者の方々がどん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 疲弊していくこの世の中の在り方そしてこの一生懸命働いたお金はどんどん外資に流れていってしまうこの今の社会の在り方ここに疑問が生じたわけです。なんとか変えたいと思ったわけです。日本の誇るべき精神日本の誇るべき文化は希薄され私たちの本来の日本というのはどこに行ってしまったんでしょうか。こんな日本にするために私たちのご先祖様はついてきたんじゃない。そしてこんな今の日本の在り方を次の子供たちに託すわけにはいかないんです。そうだ、ありがとう、頑張ってください、頑張ろう一緒に。そうだから私たちは今未来を作るために今の選択を変えていかないといけないんです。そしてこの大味方である国民一人一人が主役になる国民のための本当の日本の在り方これを叶えてくれるのが参政党です。そしてこの日本を変えるため鹿児島から熱い熱い思いを飛ばしてこの日本を変えてくれるこの男の人野森拓磨君です。明日は大事な衆院選があります。1万人の投票用紙にはこの鹿児島から日本を変える人誰でしたか。野森拓磨。そう、野森拓磨。そして2枚目日本を変える政党はどこですか。参政党。そうです、この魂の思いを込めたこのマイクを野森拓磨君に託して私の与論島からの応援演説を終わりたいと思います。皆様ありがとうございました。やりにくいでございます。本当に定番の泣いちゃうんですけど頑張れ。
事の時も。鹿児島、河川区に出てほしいという話が何回もあったんですけど、その辺りも断ってました。ですが、9月にですね、もう一度再度お声がかかって、どうしても鹿児島、人がいないから、立候補してほしいということで、今回、恩返しのつもりで、立候補しに帰ってまいりました。まあ、本当にたった数日間の戦いで、まあ、10月14日に鹿児島に入りまして、もう本当にあっという間ですね。ただ本当に参政党の成長が見えるこの選挙戦でした。2年前の参政、本当に、ね、参政党というのも知らなくて、皆さんただただ、あ、のぼりさん若いね、一挙入れるで、それで積み上がった票数でした。ですが今回2年越しに国政政党になった参政党、皆さんが参政党知ってるよ、一番まともなこと言ってるよね、こういう言葉を何人からも聞いたんですよ。もう何十人から聞きました。どんどん浸透してるんですよ、私たちの日々のこの行いが。朝から駅に立ってチラシを配ってポスティングして、本当にみんなデメントでやってるこの活動がちょっとずつ身を結んでるんですよ。それが本当に実感できる、この12日間で鹿児島のメディアもそうです、取り上げてくれます。皆さんよく分かってると思、知ってると思いますが、で MBC とかどこでした、あと KYT、 KKB、 KBS、 NHK、 あとそうですね、なんか K がいっぱいつくんで、あの大阪に KYK っていうのとんかつ屋さんがあってですね、それから覚えかんで、もうね、どこも大体平等に取り扱ってくれます。鹿児島のメディアは本当に東京で大阪で一切取り扱ってないのは嘘みたいに、鹿児島のメディアの方は取り扱ってくれるんです。だから鹿児島からこれから可能性ありますよ。今回明日の選挙、投開票、まだまだわからないですよ。もしかしたら、もしかしたらじゃないですね、私の声だけは通ってると思うんですよ。当選してると思うんです。みんなで、あとまだ11時59分まで選挙活動できるんですよ。みんなで奇跡を起こしましょう。また7分ありました。だからですね、ちょっと選挙戦振り返ります。選挙初日は、あの課題の駅前で街頭演説しました。学生に話しかけたら、ほとんどの半分ぐらいは住民票がこっちにない、鹿児島にない、そういう学生ばっかりでした。ですがそれでもいいんですよ。鹿児島の大学生、住民票がないそういった学生にも、ちょっとでも政治に興味を持っていただきたい、それで始めました。選挙権持ってなくても話を聞いて、それがきっかけに少しでも政治に興味を持ってね、今後5年後10年後、あの時なんか課題前でなんか政治家喋ってたなと、そういうきっかけになったら少しでもなってくれたらいいかなと、それで始めました。1回で終わるつもりだったんですが、最終的にもう4回ぐらいですね、鹿児島大学で演説して、今年学生の方はもう鬱陶しそうに
そうなんですよ。でもそれでもよかったんです。そういうもんですから。20代僕も29歳まで選挙行ったことなかったです。それから参政党に入ってやっと30歳になってから選挙行き始めたんです。だから偉そうに言える立場でもないです。だからうっとすそうに耳塞ぎながら行く、通る、そういう学生別にいいんですよ。でも今日選挙最終日演説してるとありがとうございます、一人の男の子が来ました。野村拓磨さん応援してるんですよ。びっくりして、野村拓磨応援してるんですか、そんな学生いるんですかと聞いたら、なんと課題生でした。青島大学でいつも野村さん演説しましたよね、聞いてました。それ聞いて本当になんか止まらなくて、政治への興味を発すきっかけになってるんですよ。全然そうでもなく感じますけど、実際票数も伸びてますし、今回実績も取ると思います。小選挙区でも鹿児島当選すると思います。だから意味あるんですよ、私たちの活動。本当にね、本部がムカつく時もあるしで、市民でもムカつく人いますよ、たまに。でも何のためにやってるか、子供たちの未来のため、日本の将来のため頑張ってるんですよ。だから選挙、政治興味ないかもしれないですが、少しでも興味を持ってもらうきっかけになればそれでいいんです。政治に参加するとと書いて参政党です。投票したい政党がなかったからできた政党です。どうか皆さん、これからも初心に帰ってですね、私たち参政党続けていきましょう。私が主役じゃないです。今日集まってる皆さんが主役の参政党です。どうか皆さん、これからも国民に気づきを与える、意識を変える、そういう活動をしていきましょう。参政党の野村拓磨でした。ありがとうございます。地声でいきます。せーのと言ったら1、2、3、せーので締めましょう。いきます。せーの、1、2、3、せーの。死んだ。どこでですか。大阪に行ってきて、結構あっちの方、京都とか大阪の方行ってきましたんで、そっちの方頑張ってください。本当に、ね、もうどうもお疲れ様でした。ね、本当ですね。
ありがとうございます。どうもお疲れ様でございました。どうも。はい。